こんにちは。こんにちは。はい、年代物です今日は。来ましたね。はい、来ました。はい、懐かしいよな。懐か振り返るとそんなことあったなっていうふうに思うこと多いですね。で前回が86年で今偶数年をやっているので今回は88年。88年。はい、さあ豊さん、はい、セリーグパリーグともにどこが優勝したでしょう。まあセリーグはまあ知ってるよね。中日とやっぱ西武だよね。そうです、そうです。セリーグは中日が2位のジャイアンツに12ゲーム差をつけて優勝しました。そうだね。で2位が、はい、ジャイアンツでカープで太陽が4位で、はい、ヤクルト阪神と続きます。はい、でパリーグがなかなか A クラス入れないよな。あと一歩のところで。あ、本当なんですよ。はい、A と B のさこの壁っていうのはあるんですね。あるね。でパリーグは西武ライオンズがこれ2位の近鉄とゲーム差ゼロで、これがね、まあ後ほど喋るけど死闘だったんだよね。まさに歴史に残るというか今でも野球史に残ってますね。いやもう歴史に残ってるよな。はい、でその話はじゃあ後ほどということ で、はいはい、で3位が日本ハム、もう 12.5 ゲーム差なので圧倒的に西武と近鉄でした。はい、で4位が阪急、5位が南海、6位がロッテとなっています。はい、で、はい、日本シリーズが西武と中日で行われて西武が3年連続8回目の優勝を輝きます。はい、さあその年ですね、どういった選手が、セパともに活躍したか、まあ見ていくんですけれども、はい、タイトルを取った選手たちですね。まずは最優秀選手は、はい、セリーグは中日の郭源治で、パリーグは南海の、門田博光で、最優秀新人がセリーグ中日の立浪です。立浪がデビューしてきたんだよね。あ、衝撃受けたけどね。豊さん言ってましたもんね。バッティングというよりもこう守備のうまさね、これは際立ってたね。やっぱり新人を取るだけあるっていうことだったんです。あるで、パリーグは西武の森山、はい、で、以下は、こういった今ね出ている選手たちになってますけれども、まあ、気になった選手タイトルなんかありますか、豊さん。やっぱ中日の選手が、はい、こう少ないというか、うん、タイトルの中でね、はい、そういうのは感じたし、まあ各源氏が抑えに回って、うん、はい、なんか優勝に導いたっていうそんな感じがする年だったし、うん、はい、でパリーグの方はやっぱ門田さんだよね。すごいですね。いやすごかったよ。うん、まあ、門田さんも後ほど喋るけどね。あ、後ほど、はいはい、ただ同じチームメイトとしてはあのポンセがホームランと打点を取ってるんですよ。そうなんだよ。うん、これはスーパーカートリオのおかげだから。出てくれ誰かが出てくれたから。いやポンセも言ってるからね。あの、そっかそっかそっか、そう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 、うん、で、あいつらが走ってくれたから打点を取れたってね。あー、やっぱポンセはいい選手だったんですね。いや本当に愛される選手だったね。そうですね。で、次ベストナイン見てみましょうか。はいはい、ベストナインもこちらスラッと今メンバーが出ていますが、はい、やっぱりさっき豊さんおっしゃってたようにちょっと中日の選手が少ないですね。いやここだから面白いのは、うん、最優秀選手が各源氏で、はい、でもベストナインが小野っていう選手だでしょ、中日の投手。うんうん、ここら辺が面白いと思うのが、はい、いや普通さ最優秀取ったらベストナイン取りそうなもんじゃない。そうですよ。でも先発と抑えっていうなんていうの縛りがあったんだと思うんだけど、中日の選手が2人しか入ってないんだよね、落合さんと。だからそれだけやっぱバランスが良かったんじゃないかなと思って、チームの。あ、中日の、うん、選手の層が厚かったから、いろんな選手を使ったからベストラインの対象にはならなかったけど、うん、いい選手はたくさんいたよね、使える選手は。そういうことか、うん、そういうことか。あ、こうして見るとあそういうことが言えるんだなっていうのが分析できますね。だから西武は4人選ばれてんだよね。はい、あ、そうです。ラインに、はい、だから4人っていうのはまあまあ結構多くて、うん、まあ多い方かな、多い、うん、多くて、だからまあそれだけ実力者がいるということだよね。個々のっていうことですね。あ、だから固定で戦えるということだ、うん、なるほど。セトパで優勝したチームのちょっと特色が違いますね。違うね。うん、うん、
じゃあ、この年のセ・リーグの、各チームのベストオーダーを見ていきたいと思います。はい、まずは、はい、ちょっと最下位のチームからになるんですが、阪神です。1番大野、2番和田、3番掛布、4番岡田、5番ジョーンズ、6番真由美、7番中野、8番木戸。で、ピッチャーは先発キーヨ、それから池田、うん、っていう順で、やっぱ小粒になったよね、優勝した時よりも。85年から比べるとね。はい、うん、そうするとやっぱ最下位になっちゃうんですね。あー、やっぱちょっと苦しかったかもわかんないね。うん、で、ここにバースの名前が書いてない。まあ後で喋れるよね。あ、それも後で、分かりました、はい、ちょっと後で楽しみにします。これ結構いろんな事件が起きた年だからさ、88年ってなんかいろいろあるんですね。いろいろあったよね、いろいろあるよね。分かりました。はい、で、はい、次、5位のヤクルトのベストオーダーです。1番栗山、2番桜井、3番池山、4番広沢、5番杉浦、6番デシンセイ、7番長嶋、8番畑で、はい、ピッチャーは先発オバナ、ギブソンで、高野、うん、で中継ぎに内藤ってギャオスの内藤さんですか。ああ、そう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 、あ、ギャオスさん、はい。で、荒木、あと抑えが伊藤、なんていうの、だからピッチャーもある程度揃ってきてるよね、はい、確かにそうですよね、見ると。あ、池虎コンビ、あ、はい、あ、そういうのも打線の中に入ってきてるし、うん、だから将来が見えてきてるような、うん、そんなチームになってきてるよね、ヤクルトは。まさにです。そのオーダーの特徴が若手の池山、広沢と、まあ、ベテランの杉浦のクリーンアップはそこそこ破壊力があったと。そうだね。ただ走れない 1,2 番だったため得点能力は低かったって書いてあります。あ、栗山桜井コンビが、まあ、栗山はそこそこ走ったんじゃないかなと思うけど、でも7個盗塁、まあそうだね。でもまあ、なんていうの、まだ経験がないからさ、経験が浅いっていうことですね。そう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 、うんうんうん、さあ4位の太陽です。はい、はい、1番高橋、2番調子、3番高木豊、はい、4番、おい、ちょっと呼び捨てじゃないか。3番高木豊、いや、さ、あのね、コメントでもあったんですけど、その選手をちょっと、あの選手とかさんとかつけずに原稿を読んでるっていうのがあったんですが、ま、あのアナウンサーは必ずその原稿にある通りにまずは読まないといけないんですよ。だから原稿に、そう、なんとかしとか、なんとかさん、なんとか選手とついてあればそのように読むんですけども、基本はこのまま読むんですよ。で、そうだ、言葉の時にもちろんさんだったりとか、まあ、現役だったら、何々選手っていう風につけるので、ちょっとそこだけご了承ください。なので、この場合は3番高木豊となります。4番ポンセ、5番パチョレック、6番山崎、7番屋敷、8番市川で、はい、先発は、掛畑、あと二浦、うん、あと遠藤ですね。で、はい、先発中継ぎに斉藤、そして抑えに中山と、はい、まあ、やっぱりちょっと線が細いな。あ、細いですか。細い。あ、まあ、投手陣はそこそこあれしてきてるんだけど、やっぱちょっと年を取ってきてるよね、秋代さんとか遠藤さんも。あ、そうですね、もうそうですね、30代、うん、ね。で、打線はやっぱり経験値が低いかな、まだ。そうですね、そのオーダーの特徴がやっぱスーパーカートリオは解散したものの、まあ、レギュラーには存在、しかし打った印象はやっぱポンセのみ、はい、うん、まあ、そうそうだね。で、遠藤が衰え、ロッテ出身の掛畑が踏ん張った抑えには中山がいたと。そうだね、うん、やっぱりその年齢的なものがネックになってるかなっていう感じですね。で、3位の広島のオーダーいきます。1番正田、2番、山崎、3番高橋義彦、4番小早川、5番ランス、6番中島、7番片岡、8番達川で、まあ、ピッチャーは相変わらずですね、先発は川口、大野、北別府、長富、白竹で、中継ぎが清川、川端で、抑えに須田と。やっぱバランスはいいよね、うん、バランスはいいけど、ちょっと破壊力が少し欠けてるよね、山本浩二さんがいないから。そうです、まさにオーダーの特徴にやっぱり打線としての迫力がなくなったって、まあ、そうだよね。あ、はい、まあ、ただそのやっぱりピッチャー陣はすごくいいというのがオーダー。いや、そりゃいいよ、ピッチャー陣は良かった。このまま
それが太陽のピッチャーに来てたらまた変わってましたかね。いや優勝するかもわかんないよね。その時の巡り合わせってありますね。あるな、はいはい、さあ、2位、ジャイアンツのオーダーです、1番小原、2番岡崎、3番黒巻、4番原、5番吉村、6番篠塚、7番中畑、8番有田で、先発がガリクソン、牧原、桑田、水野、高田、西本で、中継ぎにこれまた斉藤正樹で、隅で、抑えに香取。やっぱりさ、なんか選手が絶えないよね。いやすごいですね、やっぱりなんかやっぱり強いなと思うよね、それだけで。だって名前聞いて全てわかりますもん。わかるよね。まあまあジャイアンツっていうのはね、その露出的にも突出してたから、まあそれはそうなんだろうけど、うん、でも選手がやっぱ絶えないよ。いなくなっても次出てくる、次出てくる、出てくるね、本当ね、さあ優勝した中日のオーダーいきましょう。1番彦野、2番立浪、3番落合、4番ゲイリー、5番宇野、6番二村、7番川又、8番中村で、ピッチャーは先発に小野、小松いますね。で、抑えはもう各源氏と。はいはい、さして破壊力とか、そんなのはあんまり感じないんだけど、はい、なんかあのバランスが取れてたんだろうね、チームの。あー優勝する、一人のスーパースターで勝つというよりも、はい、そのチーム力で勝つという、そういうイメージがやっぱ強く残ってるね。で監督は、まあ、星野さん。まあ星野さんの気合もあったと思うよ。怖いっていうね言ってましたね、豊さん。めちゃくちゃ怖かったから。挨拶は敵将として怖かったから。だから戦ってる選手たちはもっと怖いと思ってたでしょうね。いや怖いよ怖いよ怖い怖い怖い。これじゃ負けられないわみたいな。ああそう、負けたら大変なことになる。そうですよね。そうそうそうそりゃ勝つわ。じゃあちょっと、この年1年、どんなことがあったのか振り返っていきます。はい、まず4月6日です、横浜太陽ホエールズの山下大輔が本社で記者会見し、はい、現役引退を表明って。そうだね。普通オフの時じゃないですか。いやまあいろんなことがあったんだよね。まあ自分に対しての扱いだとかさ、チームの構想から外れたとかさ、はい、いろんなことがあって、うん、で山下さんとこれ忘れもしないけどさ、引退発表の前に一緒に風呂に入ったんだよね。で山下さんが言ってくれたの俺に、俺もう引退するからってあと頼むなって言われて、はい、なんか一気に心の拠り所っていうかさ、なんかなくなったっていうことはすごく印象に残ってる。それだけそのチームにとっても豊さんにとってもその山下大輔さんの存在って大きかった、大きな存在だったし、だからでも一緒にその時たまたまだったと思うけど風呂に入れてね、山下さんと。で山下さんが隣で洗ってて、なんかちょっと話していいかって言うから、何ですかって言ったらその話だったのね。その時が噂とかでは聞いてたんですか、それともそれが初、初耳だった。それがその引退発表の4月ってことですか、お風呂に入ってた。そう、オープン戦終わった後だったから3月の末だったと思うよ。いやでもそんな時に引退するっていうことは、その4月からは選手じゃなくなっなくなるっていうことだよね。びっくりしますね。何かあったら山下さんというのは助けてくれてたし、あちょっと寂しい思いがあって、で俺がこう洗ってる時に山下さんが俺の使ってるシャンプーがあってね、はい、だからちょっとシャンプー貸してくれと、いるのかなと思ったんだけど、ね、ひどい。いやだけどそのギャ話のギャップがすごくてさすごすぎてものすごく印象に残ってんだ。え山下さんシャンプーいるみたいな言ったんですかそれ。言わないよ、言えねえわあ、まあ、そういう思い出がある。もう、ね、あじゃあもうそのシーズン始まる前の音符戦のそのぐらいから豊さんの中での88年ってなんか大きな、ま、年になる予感はあったんです ね, あ, ねあったね。はい、あちょっとなんか一つ寂しい出来事が、まあね、そうなんだ、初っ端にありましたけれども、はい、さあ4月18日参りましょう。中日ドラゴンズは、はい、ラルフ・ブライアントと契約を結んだと発表。ああ。え、あのブライアントですか、近鉄の。あのブライアント。だからまあ最初は中日に入ったんだよ。え、
え、何年間いたんですか？いや、何年間かな。それであのブライアントがファームのゲームとかでも、はい、全然あんまり打てなくて、はい、で外国人枠っていうのがあるじゃない、うんうん、だから近鉄が欲しがって、うん、じゃあいいよっていうのは譲ったんだよね、はい、そしたら爆発を始めていくというさ。あ、知らなかったです。わあ。で、ちょっと月は飛びまして、今度4月から6月ですね、6月の12日、うん、南海の門田博光が近鉄戦で16号本塁打を放ち、はい、プロ通算450本塁打を達成する。あ、門田さんってさ、うん、なんかパワフルでしょ、うんうん、なイメージがあるでしょ。でも体小さいんだよね、うん、身長174ぐらいしかない。俺とそんなに変わらないんだよ。え、でもなんかピンポン玉みたいにポンってやってたイメージがあります。そうそう。でもさ、門田さんのフリーバッティングのね、はい、あのオープン戦で見た時に、はい、普通がこのぐらいピッチャーとの距離でこうやって打つとするじゃん、はい、門田さん一番前ぐらいに立つからね。そんな距離短い。もう近いとこから速いボールを打ち返せるんだよ。やっぱね、いいバッターっていろんな努力してるね、試行錯誤しながら。あ、だから門田さんってこんな近いとこから至近距離がこんなに速いボールをフリーバッティングの時から打ってんだと思って、うん、それが実戦で生きてくる、門田さんにとって生きてくるっていうことなんでしょうね。だからまあ年と、まあ、455を打つっていうことはさ、ある程度も年じゃない、年齢を重ねないとその数字は積み上げられないでしょ。だけどやっぱり一番ネックになるのがさ、打席に入って速いボールなんだよ、はい、年取ると、うん、だからそれを補うためにそういう努力をされたっていうのはものすごく印象に残ってるんだよ。あ、やっぱ努力したからこそこの年ね、いろんなタイトルを取れたりとか、うん、あ、そうだね、ね、年齢を重ねてっていう、うん、努力なのか工夫だな、発想とか。そうですね、うん、やっぱりいい選手にはそういうものがあるね。そうですね、うん。で続いて、同じく6月です、はい、27日です。阪神はランディーバース、アメリカサンフランシスコに滞在中のランディーバースに対し契約解除を通告、はい、バースは5月14日に長男の病気を理由に帰国し、最大5週間以内に日本に戻ると約束したが、うん、未だ再来日のめどが立たないとして契約解除に踏み切った。あの、お子さんが病気になったんだよね。はい、だからそれで帰るに帰れなかったというかさ、うんうんうん、まあ、そういう経緯もありながら、なんかあれだけの選手を簡単にそれだけで切るのかっていうね、うん、いろんな社会問題にもなったしね。その当時そうだったんですね。あ、やっぱりまあ契約もあるしさ、それは契約社会だから、うん、はい、いつまでの契約っていう風になってて、うん、それを犯すとやっぱ契約解除になるのは仕方ないにしてもね、はい、やっぱ阪神の優勝に貢献し、うん、三冠王を取りスーパースターになってる選手を、まあ、切ったっていうのは裏でいろんな事情もあったとは思うけどね、まあ、俺らは戦うに対していなくなったら楽になるよね、うん、もちろん敵はそう思いますもんね、まあ、楽にはなったけどやっぱバースとも仲良かったし、うん、なんかすごく寂しかったね。あ、そうなんですね。だからファン、そうそうそう、ファンがね、一番寂しかったかもしれないですね、阪神ファンの方が、まあ、ね、うん、で、次7月です。7月3日、太陽の斉藤明雄が横浜スタジアムでの中日戦で2勝目を挙げ、プロ通算100勝、はい、江夏豊、山本克幸に続く3人目の100勝100セーブを達成する。すごい、すごいよな、100勝100セーブですよ、すごい。いや、もう100勝100セーブっていうのは名球会の規定に入ってないんだけど、はい、なんか100勝100セーブっていうのはもう入れてあげてもいいような気がするよね。いや、そうですよ、そうですよ。ああ、やっぱ秋山さん大したもんだね、うん、いや、すごいです。続いて7月6日です。あ、札幌の丸山球場での巨人対中日戦で、巨人の、吉村が、靭帯断裂の大怪我を負う。そうね、その年だったんです、ね、いや、衝撃的だったな、あの怪我っていうのな、うん、で吉村っていうのがやっぱな、再三言ってるけど、うん、3割30本30盗塁、うん、トリプルスリー、もう少し上行くんだったら三冠王を取れるような、はい、まあ、そのぐらいの可能性のあった選手だけに、
あの怪我痛かったね、衝撃だったね。ね、そうですよね。あの VTR で何回もね、あの未だに流れたりもしますけれども、やっぱり子供心にあっていう、なんだろう、その人のその一選手の選手生命に関わる大きな出来事だったんだなってすごく思います。続いて7月いきましょう。7月26日、オールスターゲーム第3戦が東京ドームで行われ、延長12回裏、セリーグは野手を使い果たし、打席に中山博明の場面で、投手水野を代打に送り、牛島から、はい、投手ではオールスター史上初のサヨナラ打を放って、セリーグが4対3で勝利、水野は優秀選手賞を獲得する。これ水野の自慢なんだよいや自慢していいですよ、これすごい。いやこれね、話すとね、必ずね、俺あの史上初めての出来事を起こしてるのがあるんだよって記録でって言うんですね。必ず言うんだよだから入れてやったけどさ、はい、でもこれ野手を全部使い果たしたんですね、やっぱ12回裏まで行くから。いや、うん、それとやっぱ絶対1回は使わなきゃいけない選手っていうのはいるからね。人気投票で1位になった人は必ず使わなきゃいけないから、はい、うん、だからそういうやりくりをしてたら延長になっちゃったっていうことでしょ。あ、なるほど。でもオールスターゲームって面白い、まあまあ、こういう面白い出来事絶対なんかありますよね。イチローさんがピッチャーね、そうそうそう、やったりとか、斉藤明夫さんなんていうのさ、はい、本当は3イニングしか投げれないんだけど、ピッチャーって最大で、はい、でも延長になったから5イニング投げてるんだ。え、ありなんですか。あ、いやもうそれは特別ルールって言ってあるんだよ。5イニングって普通の試合じゃないですか。もうさ、太陽に戻れやさ、抑えでさ、3回とかバンバン投げさせられ、オールスターでは5回投げたというさ、相当ね、駆使してますよ。タフだよ、タフタフ。昔の方はタフですね、みんなね。8月いきます。8月4日、中日対太陽の試合が名古屋球場で行われ、延長12回、5対5の引き分けとなり、プロ野球最長試合時間の新記録となる5時間21分を記録する。長かったよ。それ横浜スタジアムじゃないか。いや、名古屋球場になってますよ、名古屋。名古屋球場か。はい。これ5対5ってことは何にこんなに時間かかったんですか？いや、点取ったら取られるとかさ。それとピッチャー交代とかさ。ピッチャー交代か。もうね、ピッチャーが持たないんだよね、やっぱね。うんうん、5時間って言ったらもうげんなりするよ。長いですね。長い。まあとにかく太陽戦は長い。現役の選手、まあ豊さんは大体何時間過ぎたらこのゲーム長いなって思ってました？3時間半だな。あ、そこがボーダーラインかなんかですか？もう3時間は、もうある程度、こう覚悟して始めるから、まあ、例えば江川さんと遠藤さん、はい、遠藤さんと北別府さん、うん、これ投げ合ったら3時間超えることはまずなかったから。テンポよくいきますもんね。まあ、大体ね、江川さんと遠藤さんって2時間半ぐらいで終わる。もう早い早い、2人ともテンポがいいしさ、2時間半で終わったら、あー得した気分だよ。でも3時間半超えるとちょっと長いな今日って思うね。じゃあこんな5時間21分なんかもう、うん、げんなりだよ、げんなり、はい。続いて9月です。9月14日、阪神の掛布正幸が現役引退を発表する。まだ若かったんだよね。早いですよね、掛布さん。早い、はい。なんで引退しちゃうのっていう。ただやっぱり気持ちが燃え尽きたんだろうね、その時にね。まあやっぱり自分のパフォーマンスができなくなる、うん、自分のバッティングができなくなる、その潔さっていうのは昔の選手はあったからね。うんうん、あの、なんか引っ張らずにってことですよね。そう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 、うん、まあその中の一人かな、掛布さんもね。はい。で、同じ9月です。9月21日、南海ホークスの吉村オーナーが大阪市内のホテルで、中内大栄社長と会談し、同社への球団売却に正式合意する。合わせて福岡県平和大野球場への保護地域および本拠地移転も発表する。まあ、平和大に移るということだったんだけどさ、はい、やっぱ俺がプロ野球入って初めてのなんかすごい衝撃的なニュースだったよね。あ、この出来事がですか。やっぱ球団が移ってしまうというさ、あ、こういうことも起こるんだと思って。でも衝撃を受けたのはユニフォームだったよね。
あの鷹ですか？鷹のマークのこの目があるとかさ、もうちょっとなんかセンスなかったのかっていうような感じはあったけど、ヘルメットに、ヘルメットとかに、うん、でユニフォームの色もなんか茶色基調だったでしょ。あ、茶色基調だったんですね。あ、だからなんかもうちょっとなんか爽やかなイメージなかったのかなっていうのは覚えてるけどね。あ、その当時のそうそう、まあ、ただ豊さんにとってみたらちょっとセンセーショナルな出来事の一つ、まあ、そうだね。あ、こういうことも起きるんだなっていうふうには思ったね。はい、で同じく9月です。29日巨人は監督の王貞治の辞任と後任監督として藤田元氏が就任したと発表する。そうだね、王さんから藤田さん、うん、王さんがジャイアンツのユニフォーム脱ぐんだと思ってね。ちょっと俺、王さんが王さんのことをずっと好きで追っかけてたから、はい、ファンだったしね、うん、あ、王さんがジャイアンツのユニフォーム脱ぐんだと思って、うん、それ以来王さんはジャイアンツのユニフォームに袖を通さないというね。そうですね、その次通すの大江ですもんね。そうだね、うん、それからジャイアンツのユニフォーム着てないですもんね。着てないんだよ。なんかいろいろ思うところとかいろいろあるったんですかね。まあ、あるんだろうね。でも王さんの力を考えると、はい、なんかすごくプロ野球を全体的に、うん、なんか盛り上げてくれたなって思うよね。だからジャイアンツにこだわる選手っていうのはたくさんいたけども、はい、でもその枠から飛び出してね、うん、王さんがなんかこう野球をもっと広い視野で見てくれるっていうのはすごくありがたかったけどね。うん、そうですね。さあ、10月です。10月7日、中日対ヤクルトの試合が名古屋球場で行われ、中日がヤクルトに11対3で勝利し、セリーグの優勝が決定します。はい、そしてです、ね、はい、10月19日です。川崎球場でロッテ対近鉄のダブルヘッダー25、26回戦が行われ、近鉄が第2試合の対ロッテ戦で延長10回4対4の時間切れとなったため、西武が勝率で近鉄を上回り、西武の4年連続のリーグ優勝が決まる。これですね、これ西村さんが動画来て、ね、来てくださった時に一部話してくださったあれですね。そうそうそう、これも問題になったよね。勝負って時間で決めんのかって、そうですよね、こういう試合だから決着つけさせた方がいいんじゃないかとか。いや、近鉄の選手心残りですよね、こんなんじゃ。どっちだったっけ、西村が牽制したんだっけ、大石が牽制したんだよな。ただ、西村さんが言ってたのは、そのロッテ側は確か抗議に出て時間の引き延ばしをしてっていうのを聞いたの で、うん、で西村さん、それはなんかいろいろ裏であったんですかみたいのがあったら、今だから言うけど、まあいろいろあったんだよみたいな、いろいろあったって言ってたな、うん、言っておっしゃってたので、うん、あーと、これ近鉄のファンの方たちってどうだったんですかね、この時。もう怒りまくり、でも怒ってもルールだからしょうがない。でも抗議は一応正当と、あの、正当化されてるから、抗議をするということは。で、今だったらもうビデオ判定でバーンと覆ってスッといけるかもわかんないけど、はい、でも当時はないしね。だから多分ね、大石が牽制したんだよ多分。で、俺大石と仲良かったから、はい、大石に聞いたことは、お前なんで牽制したんだって。うんうんうん、でもああなると思わないじゃないって。そっか、時間ね、そこってって、そうですよね、うん、うーわーなんか、まあそういうのがあったとか言ってたね。あ、そうだったんですね。いや、でも これは未だに野球史に残ってますもんね。抗議だけじゃないけどさ、はい、やっぱり勝負っていうのは白黒はっきり決着をつけた方がいいよね。そうですよね。前も湯田さんおっしゃってた、あの5打席連続敬遠のあの掛布さん、そうそうそう、中日の宇野、ね、宇野さんのもそうですし、うん、そうですよね。勝負はもう見てて気持ちいいなっていう、そうだ仕方ないって思える試合をってことですよね。そうそうそう、うん、はいはい。さあ、そして10月ですね、10月24日です。沢村栄治賞の選考が行われ、はい、広島の大野豊が選出される。でこれまでセリーグを対象としていた選考をパリーグにも広げる意見が出され、全会一致で同意。そうだね、だから次の年から沢村賞は、はい、あのプロ野球全体に広がったというね。最初パリーグはダメだったんですか。パリーグ対象外だったんだよね。あ、じゃあこれでようやく沢村賞もパリーグの選手も対象になったと。そうだね、はい。
で、はい、10月27日です。日本シリーズの第5戦が西武球場で行われ、西武が中日に延長11回裏、伊藤勉のサヨナラヒットで7対6で勝利、4勝1敗で日本一に輝きます。うん、これ、清原が名古屋球場か。はい、で、場外ホームラン打ってんじゃないかな。あ、そうなんですか、この時ですか。この年だと思うよ。すごいパカーンと打っていったんですね。いやこれ西武やっぱ強いなと思ったよね。3連覇でしょ。そうです。しかも3年連続8回目ですもん、ね、あだから黄金期だよね本当にね。まさにっていう時ですよね、はい、さあというわけで88年を振り返ってきましたけれども、はいはい、振り返ってそうだね、まあ、球団が移転するとかさ、うんね、あとはやっぱ勝負に対して時間なのか決着なのかっていうね、いろんな問題もある。で、バースが去り、ブライアントが入ってくるというね。ああ、もう入ってくる選手もいて、でもこう去る選手もいてっていう。あと山下大輔さんですよね。そうね。で、掛布さんも引退したっていうのがね、うん、なんか寂しいようで、まあ寂しい年になったかな、その年はね。うん、豊さんにとってみたら。そうだね、はい。はい。そういった88年を振り返りました。はい。